高浜拓也は、千葉ロッテマリーンズに所属する佐賀県佐賀市出身の、プロ野球選手、宇藤左だ。実定は、北海道日本ハムファイターズライア州の高浜、ゆうひ名字については、報道や、スコアボードなどで、高浜と記されることもある。福岡県で出生後に、佐賀県佐賀市へ転居。佐賀市の北小ジュニアソフトボールクラブで、ソフトボール、 小学校4年時に北川副少年野球団で軟式野球を始める。佐賀市立城南中学校では軟式野球部で主に投手を務め、打撃でも公式球より飛びにくいとされる軟式球で推定飛距離130メートルの本塁打を打つなど活躍した。小学校、中学時代のチームメイトには、後に2007年夏の甲子園大会決勝で野村雄介から 逆転満塁本塁打を打つ添島博志らがいた。当初は佐賀県内の高校への進学を希望していたが、高浜の出場した試合を横浜高校公式野球部監督の渡辺元里氏が観戦していたことをきっかけに横浜高校へ進学。入学後に内野手へ転校すると一年次から一番打者としてレギュラーの座を確保した。二年春には 第78回選抜高等学校野球大会に3番遊撃手として出場。一学年先輩の福田久志将、佐藤健二とのクリーンアップで、土井健大を要する理正社だが、大峰雄太を要する八重山小高校、斉藤祐樹を要する早稲田実業校、美藤隆一を要する岐阜城北高などを破った末に優勝した。2年夏の 第88回全国高等学校野球選手権大会に3番サードとして出場したが中田翔を要する大阪桐蔭高校の前に初戦で敗退3年時の夏には選手権神奈川大会準決勝で菅野智之要する東海大相模高校に敗れた7年下の実定の雄人氏も自身の卒業後に横浜高校へ進学渡辺の指導を孫で 同級生の渡辺義明などと共に受けている。打球を広角へ打ち分けられる打力、下級政治から中心選手として活躍した実績、俊足、強権、高い野球センスを持ち合わせることから、速報。甲子園への道では、当時、高校ビッグ3と呼ばれた、中田、佐藤祐樹、唐川裕己に並ぶ格好で、高校4天皇の一人に数えられていた。 実際には、対外試合で通算18本塁打を打った一方で、両膝を痛めることが相次いでいた。2007年の NPB 高校生ドラフト会議では、一巡目で、阪神タイガースと横浜ベイスターズから指名された。阪神は、中田、横浜和佐藤への独占交渉権を、指名重複による抽選で逃していたが、高浜への再指名でも重複。 抽選の結果、阪神が交渉権を獲得したため、後に契約金8000万円、年俸360万円という条件で入団した。入団当初の背番号は36。高浜の抽選を外した横浜は、床垣久川高校の当主、田中健次郎を指名し、獲得した。阪神時代2008年には、高校時代から繰り返している膝の故障によって、 春季キャンプから別メニューでの調整が続いた。シーズンに入ってからも公式戦での出場機会はなく、首脳陣からは外野手としての起用で膝への負担の軽減と出場機会の増加を図ることも検討された。2009年にはウエスタンリーグ公式戦28試合に出場。通算の打率は198で三振数が打席数の半分近くに達していたものの、 出塁率306を記録した。守備面では本来のポジションである遊撃手としての出場が2試合にとどまる一方で10試合で外野を守った。2010年にはウエスタンリーグ公式戦39試合に出場すると打率195、出塁率241を記録。守備では主に遊撃手として起用されたが32試合で 8失策を記録した。シーズン終了後に、背番号を66へ変更したが、口実する事情から、実際に着用したのは1ヶ月ほどだった。2011年には、春季キャンプのスタートを2軍で迎えながら、キャンプ中に開かれた1.2軍合同の紅白戦3戦で、9打数6安打と活躍。この試合を境に一軍へ帯同すると、キャンプ後に出場したオープン戦を含めて、 実戦6試合で14打数8安打を記録した。高知でのオープン戦で結果を出したことで1、軍メンバーとして規範。甲子園球場の一軍ロッカーに、初めて自分の名前が貼られた初日に、ロッテへの移籍を通達された。2011年オープン戦期間中の3月1日に、千葉ロッテマリーンズへの移籍が発表された。前年に、小林博之が、 国内 FA 権の講師を経てロッテから阪神へ移籍したことに伴う人的保障措置で移籍当初の背番号は0-0。小林の移籍をめぐっては FA 権の講師に関する NPP の規定で移籍先の阪神にロッテへの保障義務が発生。ロッテでは当初金銭による保障や阪神が設定する保有選手のプロテクトリストから 外れた投手での人的保障を求めることを検討していた。その一方で、前年までの声優劇手だった西岡剛が MLB のミネソタツインズへ移籍したほか、肖像類種の今江敏明が故障。このような事情で内野人の層が薄くなっていたことから、春季キャンプから活躍していたにもかかわらず、チーム事情で阪神のプロテクトリストから外れていた高浜に、 白羽の矢を立てた。遺跡後に迎えた2011年のレギュラーシーズンでは、2週間から、聖優遊劇種の座を引き継いだ、小木野隆の故障離脱や、小木野の離脱後に、遊劇種として起用された、高口隆之、細谷慶の打撃の低調などを背景に、5月24日の、対広島東洋カープ2回戦に、2番、遊劇種として、スタメンで1軍公式戦にデビュー。 4回表の第2打席で、福井優也から1軍公式戦初安打を記録したことを皮切りに2安打を打った。5月25日には、甲子園球場での大阪新戦に移籍後初めて出場。7回表に先頭打者として2塁打を打った後に、今江の敵地打で本塁へ生還した。6月7日に出場選手登録を一旦抹消されたが、 シーズン終盤の9月11日に再び登録されると9番遊撃手としてのスタメンや代打に起用された2012年にはイースタンリーグ公式戦で内野のすべてのポジションでの試合出場を経験するとともにリーグの規定打席へ到達リーグ5位の打率301を記録したが1軍公式戦では通算2試合の出場で3打数ノーヒットだった 2013年には、根本、俊一、早坂圭介の故障をきっかけに、シーズンの途中で一軍へ昇格。一軍公式戦では2年ぶりの安打を打ったものの、10日ほどで二軍に逆戻りするなど、6試合の出場に、とどまった。イースタンリーグ公式戦では、前年と同じく内野の全ポジションに起用。最終規定打席へ到達するとともに、 リーグ13位の打率283を記録した。2014年にはイースタンリーグ公式戦で主に遊撃手として起用されながら73試合に出場。打率355で首位打者、出塁率438で最高出塁率のタイトルを獲得するとともにリーグの技能賞も受賞した。一軍公式戦にも36試合の出場で、 打率2327打点を記録。2015年にはレギュラーシーズンの開幕を2軍で迎えながら、イースタンリーグの公式戦では前年に続いて開幕から好調。1軍には後半から合流したものの公式戦33試合の出場で打率2862打点を記録した。10月4日には ロッテ遺跡後から2年間交際してきた一般女性と結婚した。2016年にはプロ入り後初めて開幕1軍入りを果たすと3月25日に北海道日本ハムファイターズとの開幕戦で2番三塁手としてスタメンに抜擢。4月15日から札幌ドームで催された同カードの3連戦では同日の第1戦8回表に 江ノ岸多洋大から一軍公式戦初本塁が、17日の第3戦延長10回表に決勝打を打った。同月19日の対福岡ソフトバンクホークス戦、試合前のフリー打撃練習中にぎっくり腰を発症したため、1ヶ月にわたって戦線離脱を余儀なくされたが、5月20日に一軍へ復帰してからも好調をキープ。 6月3日の対広島東洋ガープ戦では3安打、4打点、同月9日には、古巣、阪神戦での初本塁打を記録した。同月26日の対埼玉西武ライオンズ、戦でも2番、3塁手として、スタメンで出場することが発表されていたが、試合前の打撃練習後に強い腰の張りを訴えた。ため急遽欠場すると、翌27日に出場選手登録を、 再び抹消された。後半戦では調子を落としたため、一軍公式戦での通算打率は、215にとどまったが、53試合の出場で3、本塁打、13打点を記録。勝負どころの打席で、敵自打を何度も打ったことも球団に評価されたため、シーズン終了後には、背番号をチームの出世番号とされる32へ変更した。その一方で、 推定年俸1450万円で契約を公開した直後の記者会見では1220万円と報じられていた前年の年俸を950万円に訂正したことを皮切りに阪神時代から年俸が実額より高く推定されていたことを指摘した。なお、シーズン中に再三悩まされた腰の痛みについては追患版ヘルニアに起因することが後に判明している。 2017年には、春季一軍キャンプ中の練習試合から、主に一塁種として起用された。一軍公式戦には、8月から28試合に出場。20試合で一塁9試合で三塁1試合で二塁を守ったものの、遊撃を守る機会はなく、打撃面でも打率。171と低迷した。2018年には、 シーズンの終盤に1軍公式戦10試合へ出場しただけでシーズンの大半を2軍で過ごした。もっとも打撃フォームの改造に着手した結果、イースタンリーグ公式戦では99試合の出場で打率306、4本塁打、29打点という好成績を残した。2019年には根元の現役引退によって、 チームに左の代打要因が不足したことから代打に専念することを決意。オープン戦の前半までは代打で好成績を残したものの、レギュラーシーズンの開幕を二軍で迎えた。イースタンリーグ公式戦ではスタメンに起用されることが多かったが、5月9日の対西部戦で一軍公式戦にシーズン初出場。同点で迎えた延長11回表1死2類からの 代打起用で勝ち越しの二塁打を放ったことによってチームの勝利に貢献した。同月11日の大イホークス戦では代打で途中出場し、一軍では8年ぶりに遊撃手を守った。しかし、チーム事情や腰痛の影響もあり、5月20日に登録抹消されるとそのまま一軍に昇格することがなくシーズンを終えた。 結局一軍では全て代打で出場し、打率。286を記録したが、10月3日に、球団から支配下選手契約の解除を通告。12月2日には、NPB の規定で自由契約選手として、公示されたが、実際には11月26日に育成選手として、契約を公開した上で、12月6日に、腰の手術を受けた。 育成選手としての背番号は127。この年には日本ハムに在籍する実定の夕日人市も支配下選手契約の解除通告を受けた後に育成選手契約へ移行している。2020年にはイースタンリーグ公式戦54試合の出場で打率250出塁率364超打率424 オプス788を記録。支配下登録選手への復帰では、夕日しに先を越されたものの、スタメンへの起用が22試合にとどまりながらも、4本の本塁打を打った。支配下選手契約から、育成選手契約へ移行した選手に関する NPB の規定に沿って、11月30日に自由、契約選手として NPB から公示されたが、 12月21日に育成選手として再び契約。2021年には育成選手としてイースタンリーグ公式戦35試合で打率。333、1本塁打、11打点、オプス、892を記録。スタメンでの起用は18試合のみで、代打から内野の守備につく機会が多く、3試合で外野を守った。 開幕2ヶ月後の5月31日付で支配下、登録選手へ復帰するとともに、背番号を61へ変更。この背番号は、ロッテ遺跡後の10シーズンで4つ目に当たる。ありがとうございます。